いい人生を送るには夫婦関係がとても大切だと思いますが、貝沼さんは妻との関係が良好になった最大のきっかけは何だとお考えですか？うん。私も夫婦関係良くするためにいろいろ頑張っているところなのでということなんですけど、そうですね。夫婦関係が良くなった最大のきっかけは、何でしょうね。まあいろいろありますけど、なんかね、自分の一方的な主張を押し付けなくなっていったところから変わったと思いますね。まあもともとはね、やっぱね、結構僕は一方的にね、言ってたんですよ。もっとこうしてくれとか、いや、それは違うだろうみたいなことを、一方的に結構ぶつけてた感じなんですけど、まあそれもさっきの話と通じるんですけどね、その瞬間の嫁との間での最適な解を導き出そうという努力をしてなかったってことですね。はい。それに尽きると思います。だから、それまでのパターンで返してたんですよ。ああ、なんかまた嫁がこんなん言ってるわ。ああ、もうめんどくさ、みたいな感じで、いや、それはこうだろうみたいなね。テンプレ的な返しになってたりとか、決めつけてたりとか、相手が本当は何を思ってるのか、感じてるのかを全然見ようとしなかった。それに対して嫁はね、結構うんざりしてたんですね。全然この人なんか自分のことを理解しようとしてくれないんだな、みたいな。その態度にムカついてたんですよ、嫁はね。はい。まあだから、そうですね。それを自分がですね、改めるようになってから変わっていきましたね。その時に、いや、嫁は何を思っているのか。何が不満なのか。なんでそういう言葉を発してるのかっていう、その背景にもっと目を向けて、それを感じ取りながら、相手に言葉を投げかけていくっていうことを、やるようになるべくね。その時の最適解っていうのを、一緒に生み出す感覚ですね。それをやるようになってから変わりました。で、これはね、めちゃくちゃエネルギー使うんですよ、正直。だから今まで手抜いてたってことなんですね。楽なんですよ。パターンに当てはめる方が。あ、これはこのパターンね。はい、じゃあこれ。みたいな。あ、これはこの B パターンね。はい、じゃあこれ。っていう風に当てはめた方が楽なんですよ。でも、そこで手を抜くと、こと人間関係になると、それ相手に伝わってしまうと。まあ、特に夫婦関係っていうのは、自分のね、負けパターンっていうか、癖が出やすいので、余計省エネになりやすい。だからそれで夫婦関係ってやっぱ冷めていってしまうところっていうのはね、あるんですね。はい。天皇の料理版 Amazon プライムで配信されてます。はい。私も夫婦関係気になりますと。夫婦あるあるで自分もそうなんですよね。まあそうですね。そうなりがちです。なので、まあ、今までのね、これは世の中もそうなんですけど、今までの世の中も、なんか成功法則があって、これやったらうまくいきますよ、みたいな。いや、この手法やったら勝てますよ、みたいな感じですよ。はい。じゃあ、このロジックやったら、勝てます、みたいな。そんなことないじゃないですか。そもそもそのロジックが当てはまる相場環境とかがあって、その場面があって、そこでそれをやるからうまくいくわけであって、なんかそのテンプレ当てはめたらうまくいくわけじゃないんですよね。でもまあ、どうしても世の中がそういう、こうなんか1たす1は2みたいなものを、こう、あたかもそれが存在するかのように、うまく見せるようなことをずっとやってきたので、そういう人間関係になりやすい。決めつけね。だから相手の話を聞かないとかもそうですよ。だからちょっと言っただけで、ああ、それそうで、こうでしょ、みたいな感じで決めつけてしまうっていうのもそうですよね。僕もそれを結構やりがちだったので、はい。ね、だから僕はそれは本当に気をつけるようにしましたね。それが自分の一個の負けパターンなんですよ、だから。決めつけ。だからそれは本当に自覚して、常に意識するようにしましたね。で、これは相場でも出ますね。
あ、どうせこれってこういう流れでしょっていうふうに決めつけてやって、油断して痛い目見るっていう。まあ、どうせこれ上でしょみたいな感じで。で、いざエントリーしたら転換していくとかね。よくありますよ、それは。まあ、最後までわかんないんですよ。最後までわかんないから、常にその瞬間を見ていくしかないはずなんですよ、本来は。人の気持ちも移ろいでいくものなので、なんかね、一言パッと聞いただけで、あなたこうでしょってわかるわけないんですね。まあでも僕は、なんか、まあある意味その時すごい頭でっかちになってて、こうなんかいろんなね、行動経済学の本とか心理学の本を読んで分かった気になってて、あ、なるほどね、こういう風な時はこうだ、みたいな。完全にね、これはね、テンプレ思考ですね。になってたので、それでまあ嫌われたっていう感じですね。はい。なので、今はね、だから本当に、いかに、このお皿の話じゃないですけど、目の前の今をこの瞬間を見れるか、感じれるかなんですね。それが大事だと思います。はい。あ、ニセイさんからね、コメントがありがとうございます。とても参考になりました。確かに僕もそれを一度妻に言われたことがありますと。僕も言われるまでそのことに気づきませんでした。やはり夫婦関係も目の前の妻の気持ちに対して、もっと集中しなければなりませんね。そうですね。それを踏まえた上で自分の言いたいことも表現をちゃんと考えながら伝えていくっていうことが大事ですね。どうしてもね、自分都合の発信だと相手を傷つけちゃったりとか、こう、プレッシャーを与えるような言い方になっちゃったりとかすることもあるのでね。言い方も表現もこう、都度ね、考えながら磨きながらやっていくっていうことが大事だと思いますね。でもね、相手がそれを感じてくれたら、絶対ね、相手の反応も変わってくると思うのでね。はい。そしたらね、あ、もっとこう応援されるような、応援し合うような関係性になっていけるはずなので。はい。あ、健蔵さん、仕事の休憩時間になりましたのでお邪魔します。あ、どうも。こんにちは。この人間関係の話は、チャートと向き合っている時の話かと思うほど共通点があるように思います。そうですね。自分の負けパターンって全ての雛形になるので、その負けパターンの要素がいろんなところにいろんな形で現れるわけですね。はい。現象化する。だからその元を改善していったら、全てにおいて変わっていくってことですよね。まあ、だからね、グランドセオリー参加してくれてる人の報告で圧倒的に多いのが、なぜかトレードのトレーニングをしていると思いきや、トレードも上手くなってきたけど、なぜか夫婦仲が良くなってきましたとか、なんか営業成績1位になりましたとか、上司からなんか褒められるようになりましたとか、職場の人間関係が良くなりましたとか、子供が言うことを聞いてくれるようになりましたとかっていう感想がね、めちゃくちゃ多いんですよ。それはそういうことですよね。自分の因ですね。因っていうのは原因の因。自分の因が変わると、当然果が変わるわけじゃないですか。因の世界って目に見えないので分かりにくいんですけど、原因の世界が変わったら、結果の世界はおのずと変わるんですよ。このアプローチが、これからは特に重要ですね。で、原因の世界って目に見えないから、なんかね、後回しにしがちなんですよ。だから、目に見える形を追いかけちゃいたくなるんですけど、例えば、なんか、聖杯ね、勝てるやり方とか、うまくいくやり方みたいなのを追いかけたくなるんですけど、それよりも、それも大事なんだけど、同時に、自分の負けパターン、勝ちパターンっていう原因の世界に目を向ける。そして、それを自分で分かるようになっていく。その自分のパターンを認識できるようになる。と、それを改善することもできるし、まあ伸ばすこともできるわけですね。そうすると自分の長所がより発揮されて短所が出にくくなっていくっていうことですね。それをこう、ノートにつけてやっていきましょうっていう話をね、この前ね、数日前にライブ配信でしましたけども、それをね、愚直にやってる人は劇的に変わるんですよ。半年間の間で。あとはね、朝茶やったりとか、嘘のないノートをね、つけてる人も、めちゃくちゃ変わりますね。っていうのを、まあ、報告をいつももらうので、いや、ほんとみんなすごいなと思いながらね、やっぱね、コツコツやってる人は強いですね。はい。
で、それで潜在意識が変わっていくので、コツコツ続けることが潜在意識のセルフイメージを上げるのに一番効くんですよ。その一発ドーンって結果出すよりも、男はね、そっちを求めがちなんですよ。一発派手に当てたいっていうね。でもね、潜在意識ってそれでは変わらないんですよ。潜在意識は地味な微風を起こし続けることで書き換わっていくので、そういう方法をね、グランドセオリーではお伝えをしてるって感じですね。はい。